はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。今回はファミスタクライマックス続きをプレイしていきたいと思っています。前回ですね、ようやく初勝利を挙げて4位になっているジャイアンツなんですが、今回は3位カープとの戦いになりますね。で、その前に前回強化キャンプを経てですね、ファミラスポイント FE をいくつか何ポイントかもらってますので、ちょっとね、世話しないんですが、早速ファミダスポイントを使ってファミダスしましょう。やっぱりね、能力の高い選手がいる方が試合有利に運べますからね。スペシャルって何？ダウンロード番号やパスワードの入力ね。なるほど。ジャイアンツ専用のファミダスもあるんだ。ただ別にジャイアンツにこだわりはないんで、野手だな。野手。10回引こう。いや、5回にしましょう。チキンぶりを発揮しちゃいましたね、今。青カード。大島ね。なかなかいいカードだったと思います。遠藤。遅咲きの88年世代内野手か。ドラゴンズ遠藤ね。で、青カード獲得で俊介。タイガースの俊介ですね。で、4枚目。荒木か。これはかなりいいカードが手に入りましたね。荒木は早速使っていきたいな、セカンドで。で、小林誠司2枚目ですね。お、俊介も2枚目か。荒木はかなりいいな。ちょっと早速スタメンとかね、入れ替えていきましょうか。とりあえずファミレス1回これで終わりにして、試合の方に行きましょう。で、荒木をセカンドに使っていこう。で、チームポイントが決まっていて、チームポイントを超える巨大戦力は組めないようになっているので、ちょっとね、そこはバランス見ながらって形になると思うんですが、まだチームポイントに余裕があったと思うので、荒木を入れていきましょう。じゃあ早速ですが、まず荒木をセカンドに入れていきたいので、まだチームポイント590に対して540なので余裕がありますね。で、今セカンドを守っている脇屋をちょっと荒木と入れ替えましょう。で、あとは岡島だよな。外野手の岡島。岡島を外野で言うと、どうしようかな。重信と入れ替えるか。走力はね、重信の方が高いんですけど、重信はじゃあダイソー要員だな。まずはこんなところでいいでしょう。じゃあこれで、プレーボールしていきます。先発は今回杉内ですね。ちなみにゴールデンウィークはですね、フロリダの方にちょっと遊びに行く予定になっていまして、ちょっとその間はですね、動画の更新がもしかしたら思うようにできないかなと思うんで、その場合は、今年のゴールデンウィークはミカミックスはどうやらゲーム三昧だと言ってましたので、ミカミックスのですね、パワープロなり、イースなり、あとはスパロボとかもやってましたよね。お楽しみいただければと思います。で、僕の方もできるだけ、収録の方はやっていこうかなとは思ってるので、で、主にはですね、ハーツオブアイアン4、続きのプレイと、あとは、このファミスタークライマックス。
それに信長の野望も新シリーズを予定してますので、まあ、そちらの方ですね、お楽しみいただければなというところと、あとですね、実はその提督の決断法ですね、プレーを予定していたんですが、提督の決断の方はちょっとこのファミスタクライマックスが一通りプレー終わってからですね、ちょっと改めてプレーをしていきたいと思ってます。で、お話している間に1点先制点を挙げてますね。荒木、堂上の連続タイムリー。これはホームでタッチアウトですね。ちょっとここはもう強振で試合を決めに行きたいんだけど、ボールを戸田がうまい具合に動かしてきてますね。うわ、これで強振が使えなくなってしまった。しかも今のストライクか、ちょっと手が出なかったですね、今のボールは。ちょっとね、1点差っていうのは結構怖い。早速ノーアウトランナー2塁、ツーベース打たれたしな。伝家の宝刀、フォークボールがないからな、杉内は。フォークボールがあるとね、追い込んだら必ずと言っていいほど三振が取れるんですけどね。さあ、追い込んだんで、ここはスライダーで空振り取りに行きたかったけど、セカンドフライですね。これは内野ゴロだったらゲッツーだな。うわー、抜かれたー。これは逆転のタイムリーになるかな。大丈夫かな。まあ、しかも送球ミスをしてしまった。逆転のタイムリーになってしまったけど、まだ1点差ですからね。とりあえず杉内はこの回までうまく抑えてくれれば。よし、追い込んだんで、だ、やっぱ内野の守備がちょっと難しいんだよな。結構センシティブなんですよね。なので、ツーアウトランナー一塁というのもあるし、守備位置を後ろめにしときましょう。ストレートか。これは抜けないよね。抜けないね。一塁でアウト。ワンアウトランナー一塁で小林。これは落ちるね。よし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 。しかも二塁までいけるかな。三塁までいける。よし、1点ずつ返しましょう。まずは杉内はここで交代させましょう。で、脇屋を送りましょう。うお、ストライクか。いいボールだな。だあ、当たりが良すぎたな。もったいないですね。で、岡島です。だ、早いな、戸田のストレートは。これはフェアグラウンドかな。サードのフライに倒れてしまいましたね。ここは武藤を送りましょう。勝ち試合だったらね、間違いなく
西村健太郎を送るんですけどね。で、カープのそよぎをショートゴロに打ち取って松山ですね。うわー、これはいい当たりだなー。ツーベースになりますね。ワンアウトランナー二塁。この次の回にチャンス、まあその逆転のね、チャンスを残しておくためにも、なんとかここはが 0点でと言ってる最中に点を取られちゃったな。もったいない。だー、取れないか今の。ここはゲッツーでしのぎたいけどな。ちょっとね、不甲斐ないプレーが続いてるので、カーブで。オッケー、空振り三振。だ。よし、なんか結果オーライでフォースアウトできたけど、3点取られてるね。2点か。点差が4点差。だ。戸田にこのままだと完投されるな。スライダーか。体に向かってくるボールからストライクゾーンにうまくボールが曲げられましたね。で、荒木がショートゴロ。まずいな。そしたら、どの上で。入ってくるね。スローボールですね。んだ、これも入るか。ちょっとやっぱ守備の乱れがあると、しょうもない試合になりますね。まあ、ちょっと気合を入れ直していきましょう。で、ミッション発生で、オーナーの観覧試合になるか。結構すごいらしいですって言ってますけど、何が起きるんだろう。楽しみだな。ここは何が何でも勝ちたい。先発投手がスタミナ切れ。杉内がなんで連投になってるんだ。先発投手がいないな。高木を入れましょう。で、高木と杉内を。入れ替えて、OK だね。先発陣がね、もうあと1人、2人、勝てる選手が入ってくれるといいんですけどね。よし、カットボールで空振り三振。連続の空振り三振でしのぎたいな。一塁は、際どいけど、なんとかアウトにできましたね。やっぱ交代にしてると、足の速い守備位置を後ろめに設定しておくと、足の速い選手だとちょっと心配ですね。ここは綺麗にレフト前に運ばれて、ツーアウトランナー一塁ですね。で、4番松山。よし。
2球でストライクに追い込めると、だ、だいぶ楽なんですけどね。守備がやっぱちょっと難しいんだよな。今のはセカンドに送るべきだったかな。オーナーの観覧試合ですからね。もう今、鍋つねではないんですよね、会長は。渡辺さんだっけ？違う違う。今、ジャイアンツのオーナーって、会長的なポジションって誰なんだろう。さあ、これで、最少失点の1点でしのいだので、なんとかランナーを貯めて1点ずつ。1点ずつっていうか、まず1点返しましょう。同点に追いつかないと話にならない。だ、強振でいったんですが、岡島が空振り三振。2番立岡、結構速いボールだな。しかもフォーク持ちか。追い込まれるとちょっと手が出ないかな。これは抜ける？抜けない。いいプレーだ。いやー、今のファインプレーだな。で、キャッチャーの相澤。これは抜かれるな。ワンアウトランナー二塁で、まあ、ここはピッチャーの九里なんで、確実にアウトを取りましょう。ば、間違えたー。もったいない。で、1番の天谷に戻ってくるっていうね。ここはなんとかゲッツーに仕留めたいな。よし、小林が二塁で天谷の盗塁を、そして、まあ、結果オーライですね。ストライクか。ザハ。ボールは当てたけどファールボール。ファールチップですね、もう今の当たりだと。最後はフォークで空振り三振。クリもいいピッチャーだからな。追い込まれる前にやっぱり積極的にヒッティングにしていかないといけないけど、これは二塁までいけるね。足が遅い。だー、足が遅すぎだろう、今のでツーベース取れないって。なあ、オーナーの観覧試合なんでね、なんとか勝ちたいんだけど。これは入ってるな。なんとか三塁に進まれるのだけは防げたか。ピッチャーがへばってるんで、ここはリリーフにスイッチしていきましょう。田原に変えていきます。剛速球を見せてくれ。切れろ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 、切れないのかー。いやー、切れてほしかったけどなー、切れなかったですね。だ、ちょっと凡ミスが多すぎるな。せっかくのオーナーの観覧試合なんで絶対勝ちたい。だー、3点差か、厳しくなってきたな。ゲッツーにはならないね。
ボテボテだ。危ない危ない。なんとかね、一塁でアウトもできたけど、ああいうボテボテな値になるとちょっと厳しいよな。今実はその守備後ろ目ってしてなかったんで、一塁でアウトもできましたけど、守備後ろ目ってしてたら多分セーフになってましたね、きっと。さあ、山本がまずは出ました。で、小林誠司、ここはね、もう大瀬良ですからね、打っていきましょう。ただ小林はセンターフライで、田原なんで、ここで代打を送っていきます。代打は脇屋、頼むぞ。ベースの手前で曲げられると厳しい。そしてゲッツーになるか。一塁をセーフ。で、岡島だな。うわ。厳しいね。ちょっと守備が慣れずに、不甲斐ない形になっちゃったな。そしたらファミダスをもう一回引きましょう。いやー、オーナーに勝つと何が起きたんだろう。すっごい気になるけどな。次の試合は全選手のミートとパワーがアップ。ありがたいですね。じゃあファミダスが1880ポイントあるので、また1000ポイント使っていきましょう。服だね。高谷、ホークスの高谷か。まあ平凡な数値だな。捕手で細谷、パンチ力があるバッティングが売りの内野手って書いてるけど、どうだ、パワーは D か。で吉田、これはロッテの捕手ですね。身体能力が高く、攻守で力を発揮する捕手だと。もう、ちょっとなんか、パンチのある選手欲しいな。大島ね。2枚目じゃないかな、大島は。屈強な体格からパワフルなバッティングを見せる捕手。そうですね、大島は2枚目だ。さあ、じゃあ地道にまたファミダスを貯めるべく試合をしていきましょう。まあやっぱりこのファミスタは選手集めが一番楽しいですからね。選手集めのためになんとか試合に勝たないといけないんだけど、守備がちょっとね、難しいんですよね。ただ今日の先発は今村だからな。ここはもう空振りを取りまくっていきましょう。よし、追い込んだらもうこっちのもんですからね。これ2者連続三振で、3番のそよぎだ。間違えた。これなんだよね、ちょっとね、いい加減にしろっていう声が聞こえてきそうな感じだな。2球続けてこれをやると。ここはただ絶対に抑えるぞ。よし、ちょっとね、落ち着かないとダメですね、守備は。
で、忘れないように毎回後ろめに守るっていうのね、ちょっと徹底しましょう。中村恭平か、ピッチャー。中村もフォーク持ち。が、落とされた。よし、抜けた。で、3番の荒木なんですが、ここはヒッティングでいきましょう。よし、一塁はセーフか。まあ、ファインプレーをして、ピヨってる間に、一塁が空いてたんで、一塁がセーフって感じかな。まあ、ここは1回の表裏、それぞれ両チーム攻撃を終えて0対0。ただ、先頭打者にレフト前ヒットか。落下点に入ってるね。で、ここあたりからもう走力が D とかの選手になってくるので、守備位置を後ろめにしましょう。で、追い込んだら、そう、フォークボール。これでツーアウトですね。で、ピッチャーの中村ですが、セカンドゴロに仕留めて、3人で攻撃を終了させましたね。さあ、ここだ。にゃあ。強振したもののショートゴロか。で、吉川。ここも強振だけど、セカンドゴロ。ストライクか。落ちるかなと思ったんですけどね。よし、これはサードまでいけるぞ。よし。で、小林だ。じゃあ、打ち上げたー。まあ、しょうがないですね。1番、天谷か。これは、カープは1番からの好打順ですが、1番、2番と仕留めて、そよぎか。そよぎも怖いバッターだからな。ちょっとここは、フォークを多投していきましょう、もう。この回まで。3球フォークで空振り三振。いやー、今村のフォーク、安心感あるな。で、ここで今村に代打を送ります。代打は、そうだな、たまにはエゴシを送りましょう。よし、抜ける。いいバッティングだ。いいバッティングですね。そしたらエゴシも足速いけど、ここは万全を期すためにダイソーで重信に変えましょう。バッターは2番、岡本。どうだ、帰ってこい。帰ってこれるね。さよならだ。初のさよなら。いやー、やっぱりピッチャーが安定するといいね。劇的ミラクル勝利。岡島。ここはジャイアンツのユニフォームにしてあげてほしいけど、それはちょっと無理なのかな。いやー、岡村じゃない、今村、いいね。はい、というわけで今回カープとの3連戦、まあ、初のサヨナラ勝利を収めましたが、ちょっとね、守備が不甲斐ないというお叱りをいただきそうなプレーが再三にわたりあったかと思いますが、まあ、この調子でね、頑張っていきたいと思いますので、まあ、お叱りの声もいただくんじゃないかなと思うんですが、頑張っていきたいと思います。
で、FP ポイントを獲得して、またファミガスポイントが1730貯まったので、次回ヤクルト3連戦になりますが、そこからは、まずファミガスポイントを使ってまた5枚引くところからね、再開していきたいと思いますので、ぜひぜひお付き合いをいただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。